皆さんこんにちは、黒田博之でございます。黒田博之歴史講座は次回でついに第70回を迎えることになりました。第70回は戦後史検討シリーズの最終回、安倍長期政権と題しまして、第二次内閣の誕生以降約6年間の長期政権を維持し続けている安倍首相のさまざまな政策について、いつもの黒田節で明確に振り返ってまいります。正しい歴史を伝える会が主催、株式会社スペック事業づくりジャパン新聞アイデンティティの講演で行います。東京講演は平成31年1月20日午後2時より、前回同様午後3時の予定が1時間早まっていますのでご注意ください。場所はいつものスター貸会議室飯田橋でございます。大阪講演はその1週間後平成31年1月27日日曜日午後2時からです。次回は東京公演も大阪公演も日曜日の午後2時から行います。なお場所はいつもの大阪市立総合障害学習センター第一研修所でございます。資料代もいずれも金1500円、高校生以下無料も変わっておりません。なお大阪公演東京公演両方ともご参加の方は大阪公演の資料代は無料とさせていただきます。長きにわたってお送りしました戦後史検討最終試験でございます。いよいよ平成史と比べて現代史の世界になります。でもこの安倍政権の6年を振り返ることは今後の我が国に左右する大きなことではないかと思いますので、多数の皆様のご参加をお待ちしております。ありがとうございました。